ゼウス RT のレビューです。はい、どうもジャパンウェブ TV のゆうです。さあ今回はね、ギークベイプからリリースされたゼウス RTA ですね。あのトップエアフローを採用してね、あのリークプルーフっていう形で液漏れしない、さあその実力やいかにっていう感じなんですけど、まあでも厳密なこと言うとね、あのウィックとかコイルが劣化してきて、あ、まあコイル劣化っていうか、そのウィックがこう細くなってきたりとかね、まあウィッキングがそもそもちょっと足りやんかったとか、まあボンミス的なところと劣化っていうところ両方組み合わせると、実はジュル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 来たりとかっていうのはゼロじゃないから、完全なリークプルーフっていう意味ではちょっと正直どうなんっていうのは実はあるんですよ。それがその漏れやんかったとしても実質漏れてるような状態に近いジュルジュルになるっていうことはどの RTA でもあのよくあることやと思うんで、完璧なものっていうのはあのあんまりね、メーカーさんが言ってても求めるべきものではないかなと思ってます。まあそんな前提をちょっとあの頭の片隅に置いといて見といてください。というわけでね、早速手元で動画を映していくんで、そちらでご覧ください。どうぞ。はい、それじゃあゼウスやっていきます。まずパッケージの中身なんですけど、これね、ゼウスのユーザーマニュアル、ちょっと見ていきます。構造としては、ドリップチップ、トップキャップ、エアフローコントロール、インターナルフレーム、ガラスチューブ、デッキ、ゴールドプレテッド、ポジティブピン、というふうに構成パーツが分かれています。で、中に入っているのは、ゼウス RTA1 つ、アレンキー1つ、ユーザーマニュアル1つ、スペアガラスチューブ1つ、コイルが2個。でスペアのパーツポリバッグ1つ、510デルリンドリップチップで、510ドリップチップアダプターと810のドリップチップが1つで、トップフィルなんやけどね、こうトップキャップ外してここから入れる、でトップフローっていうのは、まあ特にあの普通というか目新しいものでもないなっていう感じはするんやけど、でカスタマーサービス USA とチャイナですね。でスクラッチコードでね、ここでシリアルでチェックをしてくださいっていうのは説明書にちゃんと書いてあります。でさっきの説明書の通りね、スペアのガラスチューブと510のドリップチップ、あーこれちょっと返しがついてるタイプですね。で810のハーフインチのドリップチップ、でアレンキーこっちプラスで、でっかいのとちっちゃいのとマイナスが両サイドついてます。でスペアパーツポリオバッグの中にコイルが2つとカラーチェンジオーリングと予備のオーリング、ネジ、510ドリップチップアダプターは、あこれかな、この黒いこいつですね。そしてなんかこういうね、黒い封筒みたいなのが入ってます。でワーニングカード、これ書いてあるけど本来の用途外に使うなと。でゼウスのこれデザインのカードですね、こういう空張りがあるよっていう。そしてこれワランティーカードです。初期付属はね、実はこうカバーなんですよね。結構でかいんよ。でここに標準810がはまるようになってるんでね、中にオーリングも入ってるんで、こういう風になります。でも今回は一応、うん、あの純正の状態で使います、こういう風にね。で510のアダプターなんですけど、こいつね、こういう風にパコッとはまるだけなんで、ぴったりツラになる、もしくはちょっとまあ沈み気味ぐらいなんで、普通に付属の510のドリップチップつけると全然違和感がないです。これは結構考えて作ってあるなっていう感じしますね。ただこれ脱着の時は結局ドリップチップね、まっすぐ抜いてきてもいいんやけど、まあ面倒くさかったらちょっと横着やけど、こうグイグイって横にね引っ張ってきて台座ごと抜いてあるっていうのもありかなと思います。ただこれあんまりやりすぎると、ここはあのドリッチ弱いやつね、根元折れたりするんでね、気をつけてください。でドリップチップね、510やと出口が約 1.1cm で、入り口がここはね、約6mm ぐらいですね、 6mm 手前 5.9 ぐらいかな。だいぶでもワイド目に作られてるけど、ここで結局返しがねちょっとこう引っかかるような感じでついてます。で810はもう普通に綺麗にテーパーにあのなってるだけなんで、出口はちょっとね測りづらいんですけど、どう測ろうかな、まあざっくりだいたい 1.5 センチぐらいの出口で、ボア径自体は1センチのドストレートにねスコーンって抜けてる感じです。で直径は25ミリです。コンタクトピンの突き出しもまあこんだけ出てりゃいいでしょう。でゼウスのこのコンタクトピンはね2ピースタイプになってます。中でポジティブ側のねデッキの固定をやってて、こっち側でコンタクトの突き出し量を調整するっていう風になってるけど、これ
ほとんど調整する必要まあないとは思います。というかこれがっちり締めてももともとこれだけ突き出してるん でトップサイドエアフローですね。こういう風にここに空いてるけどちょっとね馴染むまでは硬いと思います。前平前回あのノンステップのあのスライド式です。でトップキャップねちょっと最初硬いんですけどねグイッと反時計回りに回すとねこういう風に溝が掘ってあってここが噛んででこのシリコンパッキンの圧力で密封してるっていう普通に使い勝手はいいなと思うけどちょっと慣れてきた時にここにね付着したリキッドとかがはみ出やんかったらいいなと思います。でデッキ自体を外すのはここを回していくんやけどちょっとね正直硬いです。なんかジョリジョリ言うてるけど大丈夫か。特に削れてなんか粉が出てるとかっていうのはないんやけどね。あーでここが噛むんかっていうことになるんかな。なんかここに切り欠きがあるけどえだってこれ結局ここ回してる時にここも一緒に回るんでね多分そういうことやと思うんですけどデッキがね独特でエアフローが横から当たりますよと。でネジは両方ともマイナスなんやけど結構ちっちゃめのマイナス使ってますね。じゃあ今回この付属のコイル使うけどこれ大丈夫？どういうコイルなんこれ。まあ分からんけどとりあえず組んでいきます。抵抗値 0.34 です。シングルで 0.34 やね。すごい色綺麗やけどもうこのままウィッキングしていきます。今これチェックしてショートしてないんでこれで OK です。あとはリキッド入れていきます。はいじゃあ組み終わったんで 0.34 ohm で今 50W で吸ってみます。エアフロー全開でいきます。はい、ミストは出るけどちょっと味が薄い気がするのが気のせいなんやろか。ちょっと出力上げてみようか。今ね 55W でボルテージ換算で 4.3V 出ます。はいというわけでやってきましたゼウス。んーとね全然悪くないね。まあリークプルーフっていう面に関してはさ結局横向けて置いときゃ多分漏れるやろとは思うけどそんな保管の仕方するやつはまずおらんと思うから大体みんなほらアトマイザースタンドとかに立てるやん。まあそれかも使わんかったら分解して洗浄しとくけどさ。あのねあのちょっと小ネタ一つアトマイザーを保管しておきたい。でも立てておきたいけど万が一漏れたら嫌やなめんどくさいな。そういう人に朗報。ペットボトルのあの蓋あれでいいよ。あれね漏れるやんかそこに溜まるから掃除するのも楽。うん使ってみ。で実際これね性能としては普通にいいしまあ結構ダイレクトにミストが上がってくる感じやけどそこまでなんかその付属のコイルで組んだけどバチバチくる感じではない。基本大体こういう直径のでかいタンクとかさその通路がでかいやつってバチバチくるやんか。割とねスムーズに上がってくる。でエアフローもすごいスムーズやしトップってなんかちょっと詰まった感じがするようなものもやっぱたまにはあるんやけどゼウスに関しては全然ない。でウィッキングもザクッとやったけど特にジュルジュルくる感じもなく供給不足になる感じもなく普通に使いやすいかな。うん、いや普通にいいタンクなんじゃない。味もねちゃんと出るしね。ただ出力に関しては今使ってるけどだいぶ上げてるから多分 50W から 40W ぐらいの間ぐらいで一番いいんちゃうかな。30やとちょっと付属のコイルやと足りやん気がする、まあ、その辺はお好みで変えてください。というわけで点数はね
組みにくいっちゃ組みにくいんよ、正直あのデッキに関しては。付属のコイル、あれ逆向きに巻いてあったらあのもうちょっと楽なんやけど、こうグイって無理やりひねって組んでるからね。で点数どうなんっていうと、ねすげえ微妙なんやけど、付属品のコイルがまずね結構あのバラバラになりやすいっていうか、なんかかなり細いんよ。やもんでバラけるような感じのワイヤー使ってるっていうのがうざいから、まそれとあと各部のスレッドがちょっと硬いかな。なんかちょっと他のギークベイプの製品と比べると切削精度はいいんやけど、ちょっと気持ちなんか重たかった気がするから、85ぐらいでいいんじゃない。でもアジミスとともに全然比較的優秀な RTA ではあるし、で 4ml のキャパって結構このタンクサイズで考えるとメリット結構でかいから。というわけで今回はギークベイプのゼウス RTA のレビューでした。はい、ここからメルマガ、そして LINE アットフォローよかったらお願いします。で過去のレビューはこっちからで、チャンネル登録忘れずに、でよかったら思ったらグッドボタン、悪かったらバッと押してください。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いします。